今日はハートのブックマークを作っていきます。このように本に挟むことができます。それでは行ってみましょう。ハートの色が下になるように折り紙を置いてください。まず半分の四角に折ります。一度開き、90度回転させて、もう一度四角に折ります。また開いて、半分の折り線まで折ります。裏返します。中心線に向かって下の角を折ります。上下ひっくり返し、裏返します。左右を中心線に合わせて折ります。この線に沿うように三角形に折ってください。次に下の角と上の角を合わせます。角の部分をしっかり押さえて、袋状の開いた部分の内側に折り目をつけます。袋を開いて折り目をつけます。下の角を三角形に折ります。反対側も同様に折ります。下の尖った部分を少し折り上げます。上部を開いて反対側に差し込めば完成です。このように差し込むことができます。皆さんも作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。